はい、本日はですね、みんなも大好き、ノースフェイスのバーサタイルショーツをご紹介していきたいなというふうに思います。こちら後ろにあるんですね。バーサタイルショーツ2021年バージョンというのをこちら購入いたしましてですね、新色のニュートープという色があったりだとか、それ以外にやったらですね、こちらが、インディゴデニムというナイロンデニムというのがあったりするんですね。で、まあこんなんがあったりするし、で実は去年から履いてる、こちらがバーサタイルショーツなんですけども、実はそれぞれサイズが違うんですよね。こちら M サイズ、L サイズ、XL サイズみたいなので、どっちがサイズか忘れたけど、まあその感じで M、L、XL というふうに購入はしたんですけども、このレビューは早くしてください、早くしてくださいって視聴者の方が言われてたのでですね、見つけた瞬間すぐにプッてポチってですね、紹介していこうということになっておりますので、お待たせいたしましたという感じになってるわけなんですね。まあ、ただこれね、ノースフェイスの中でも結構冬の名作のアイテムって、まあ結構ノースフェイスって多いんですね。ジャケット、ダウンジャケットとか、もうこれノースフェイスでよく見るやつやっていうのが多いけど、夏場になった瞬間にあれなんかパタゴニアの方が強ないとか、あれなんか知らんけどあんまミンクになったなみたいな感じになってくると思うんですけども、ノースフェイスの中でもこの夏のアイテムで何が一番おすすめっていうと、このバーサタイルショーツなんですよ。真夏でおすすめのノースフェイスってこのバーサタイルショーツ一択、もうバーサちゃんと覚えておいてほしいんですけども、それぐらいこれはもうおすすめですよということで、まあ去年から僕はずっと言ってたんですけども、まあ今年も、今年の新色がありますのでね、それを紹介していこうということで、本日の流れとしてですね、まあ、まずは、特に変更点とかはないんですけども、まあ、外観デニムの外観であったり、この新色のニュートープの外観の色味とかをまあパーって見てもらって、でその次にはやっぱりこのバギーズショーツ、じゃなくてこのバーサタイルショーツってやっぱこれなんですよ、もう何っていつもこれですからっていうところをお話しして、でその次にサイズ感を、ね、見てもらいたいなと思います。先ほど言ったように M、L、XL、まあ、着るのは僕ですけどね、全部見てもらって、でその次にデメリットでおすすめの人で一旦はおしまいにするんですけど、最後は特典パートとしても僕の個人的な本音、それまでは本音言いませんよ、ちゃんと客観的に見てね、こうちゃいますか、ああちゃいますかとか言うてるけども、最後は本音言わせてくださいと。でそれ興味ある方はそこまで見てもらったらいいし、興味ない方は最後そこまで見んでもいいんですけど、まあ、そんな感じでねお伝えしていこうということになっておりますので、まず最初は外観から見ていきましょうか。はい、それでは見ていきましょう。まずはニュートープの方から見ていこうかな。こちらニュートープがですね、まあ両方にポケットがあって、まあ、色味こんな感じですわ。まあ、これメッシュのねポケットがありますよと。でこれは、両方ともあって、まあそれ以外は特にないかな。あ、ここにノースフェイスって、入ってますわ、ロゴがね。でウエストはゴムになってるから楽チンボンバーですよ、いうところに紐もねついてるということですね。で後ろ側は、ポケットがありますね。このケツポケットがジップついてて、前はジップついてないんですけど、後ろのところついてますね。でこれ左側はないです、右側だけ、ポケットがあって、それはジップついてるよという感じで、インディゴの方もね、まあ、全く同じような仕様になってるんですけど、値段は全然ちゃうんですよね。値段倍ぐらいじゃん。で、まあ、ポケットはしっかりメッシュになってて両方ともあるよと。で、これ裏返していくと、ポケットのところに後ろはジップ、右側だけついてて左側は何もついてない。もう仕様は全く一緒だけど値段がもう倍ぐらいちゃうと。確かこっちの方は何ぼやったっけ、ニュートープの方がですね、6380円という、まあ、5800円で消費税ということになってるんですけども、じゃあインディゴの方は大していくらなのというとですね、これは11000円、お倍ぐらいちゃうやないかということになってるんですけど、これインディゴの方が L でしたわ。でこっちの方が XL ですけどね、まあ、こんな感じになってるということで、まあ、仕様としてはそんな変わりないんですけども、染色方法とか色味カラーが違うだけで結構倍ぐらいになってるので、まあ、機能面で見るというよりかは、まあ、インディゴデニムのナイロンのやつが欲しいっていう方はね倍ぐらいになると思うんですけど、ちなみにネイビーと比べましょうか。ネイビーと比べた時に、どんな感じかというとですね、やっぱネイビーの方がね、同じなんていうんですか、紺色でもちょっとグッと、横糸も縦糸も、ネイビーになってるからグッと暗いと。でこっちに関してはですね、横糸がこれは白なんですね。で縦だけがネイビーということになってて、僕は今現在ですね、デニムのソムリエという資格のためにですね、勉強しておるんですけども、まあ、そういうね染色のいろいろやり方とかもあるんですよ。でまあこれは縦が、何やったっけ、ネイビーですね、インディゴっていう、まあ、藍色っていうんですかね、日本でいうと、まあ、それに染められてて、横が白糸になってるのでちょっと見え方が違いますよねということになってるんですね。まあ、これが外観です。それでもってね、次はね、もうこのバーサタイルショーツのもうおすすめ点というか、もう何っていうところをちょっと言いたいなと思うんですけどもね、取り扱いがめちゃくちゃ楽なんですよ。
めちゃくちゃ楽な、なんでめちゃくちゃ楽なんていうと、これは水陸両用で、別にまあプールとかでも履けるし、海とかでももちろん履けるし、それ以外にあったら私服としても履けるし、ほんで洗濯もね、適当に洗濯して適当に置いててもいいんですよ。だからもう何も考える必要がない、なんかデリケートに扱わなあかんとか、そんなの全く考えない、何にやってもいい、何をしてもいいっていう感じでやるんですけど、ただ唯一あかんのヒノコね。ヒノコはダメですよ、あのナイロンなんでね、火にめちゃくちゃ弱いということで、もうちょっとでもヒノコ一瞬飛んでだけでもね、ブワーっと穴が広がっていくんですね。だからナイロンでまあそういうところがあったりするので、まあちょっと火だけはあのタバコ吸われる方は気をつけた方がいいと思うんですけど、とにかく取り扱いが楽、めちゃくちゃ楽ですせということになってて、よくこれ比較されるのがパタゴニアのねバギーズショーツっていうのにめちゃくちゃよく比較されるんですけど、ここにね同じようなバギーズショーツがあるんですわ。またねこれあのパタゴニアのマークここに入ってますよ、これはバギーズショーツで、これはノースフェイスの、ショーツになってるんですけど、この裏側にねこのライナーとかがついてるんですよね。でこれはメッシュ素材がついてて、よく海パンとかについてると思うんですけど、それがねパタゴニアの方にあるから、もうノーパンスタイルでねこちら履けますよということになってるんですけど、これが鬱陶しいって方は着る人も中にはいてはるんですよ。でそういうことをするぐらいやったら、もともとこっちでええやないかということになってくるんですけども、まあこれのね今日は比較化するつもりはないんですけども、もともとこの裏側にもね特にそういうのがなかったりするので、まあ、本当にもうシンプルなこうショーツですよね。もうそれ以外は特にない。ポケットも2つ両脇にあって、後ろにはこう鍵とか入れたりとかした時にギュッて締めておけば、こう海とか入った時もねあのなくす心配がないんだということになってるんですけども、ちょっと待ってくださいね。はい、ということでね宅配便が来たのでどこまで話したか忘れましたけど、まあ詳細をね知りたいという方は別動画であのバーサタイルについても語ってますし、この比較あのパタゴニアとの比較っていうのもしてるので、まあこれはね今日はいいかなというふうに思います。なので、ね、次はねあのサイズ感を見てもらいたいなというふうに思います。まあ、サイズ感的にはですね、正直去年まではこの M サイズっていうのが入ってたんですね。今履いてるやつが M なんですけど、 M サイズ履いてて、あちょうどいいじゃないのという感じで履いてたんですけど、今見てもらったら分かる通りお太りになったので、ものすごいきつそうな感じ、なんかおっさんが無理して履いてますやんような感じになってるんですけど、まさにその通りなんですよね。やっぱり32にもなってくるとおっさんになってくるので、どんどんこうショーツが似合わなくなりつつあるんですけども、まあ、これが M サイズと178センチ、69キロの M サイズで、次はですね L サイズを見てもらおうかなと思うんですけども、 L サイズはこちらインディゴデニムの方になってるので、ネイビーではなくて今年バージョンなんですけども、まあ、これも別に特にサイズ感っていうのは、まあ、規格は方法も同じなんで、L サイズバージョンなんですけど、ちょっと余裕出てくるじゃないですか、あゆとりあるなみたいな、今の多分サイズ感でいくとこれがおそらく適正なんですよね。このインディゴの L サイズが多分適正なんですけど、こんな感じで、次はゆったり履きたいという方は XL という感じになってきて、あだいぶゆったりするなって感じなんですけど、どれも見てもらった通り結構ね着丈というかその長さは短いんですよね。だから長さは短くてサイズを上げるごとにちょっと横に広がっていくというか、ゆったりしてくるって感じで、長さはそんなにあんま変わらへんというような感じになってるので、まあこの辺もねバーサタイルショーツのサイズ感かなというふうに思います。そして次はデメリットとは言いながら、ちょっとこれどこが微妙なんですかと、微妙なとこ言ってくださいよということになってくるんですけども、それはねやっぱりこのサイズ感からして着丈が短いってものすごい履くの難しいんですよね。でそれこそ例えばちょっと足が短めの方とか、ちょっと足が筋肉質でちょっとあの太めの方とかやったら結構合わせるの難しいというか、でそれはなんでなのっていうと、やっぱ着丈が短いからね、その丈が短い分足が出る面積が多いので、まあ、その分履きこなすの結構難しいんかなというふうに思いまして、それやったらねまだこのパタゴニアのバギーズショーツの方がちょっとあの長いんですよ、着丈がね。だからまあバギーズショーツもそうですし、バギーズロングでもそうなんですけど、もうちょっとこう着丈が長くなってくるので、まあそっちの方があの、まあ、着丈というんかな、分からないけど、まあ、長くなってくるからそっちの方が見た目的には合わせやすい人が多いと思うんですけど、まあ、唯一のデメリットってそこぐらいちゃいます。あともう似合うんやったら別にこれめちゃくちゃいいと思うんですよね。だからもうガンガン洗濯できるし、ガンガン気にせんと履けるし、ほんで中とか無駄も何もついてないから、夏になってもねそんなに暑くないというか涼しく履けたりするので、まあこれはめちゃくちゃいいんかなというところで、何の話したか分かりませんけど、まあとにかくデメリットとしてはちょっとこう履きこなすのは難しいけど、それができるんやったら次はおすすめの人で、めちゃくちゃ楽ちんやし、真夏になった時も涼しく履けるから、もうほんまに一着あるだけでねめちゃくちゃ使えるんですよ。だから僕は暑がりの人やったらバギーズとかのパタゴニアのバギーズショーツ系行くよりかはバーサタイル行った方が涼しく履けるんかなとも思ったりするんですよね。はい、以上がまあバーサタイルの、レビューということにはなっておりますので、まあ、正直詳細とかはあんま変わってないんで、あんま言うことで特になかったりすると思うので、まあ、もし詳細知りたい方は、過去の動画見ていただければいいと思うんですけど、カラーはね他にもちょっと明るめのカラーとかオレンジっぽいやつかな、なんかあったりとかしてたんで、まあ、そういうのもあの気になる方は下の動画説明欄の方にあのリンク貼ってますので、そこから見てもらったらいいかなというふうに思いますので、まあ、今日はこの辺で終わりたい
いなと思います。ではこの後ね、特典パートに行きたいなというふうに思うので、まずは一旦ここで終わりたいなと思います。で本日はバーサダイルショーツを紹介してみたという動画になってます。特典パートに移ります。はい、ということでね、最後特典パート行きたいなと思うんですけど、正直言ってね、星5中何番あるのって言うと星4なんですよね。めちゃくちゃいい。ほんまにノースフェイスの中でも夏やったら多分一番いいんちゃうかなって、一番おすすめできんちゃうかなっていうのがこのバーサタイルショーツになってて、正直 T シャツとかも僕何個か持ってるんですけど、 T シャツはねそんなにおすすめするようなもんであんま、ね、僕個人的にはなくて、まあそれやったらもうショーツでしょと。で他にサンダルとかもあるんですけど、サンダルも正直あんまりなんですよね。あんまピンときてない感じなんで、確か去年6000以下で買える神アイテムっていうのでもこれ紹介したことあるんですけど、ほんま神アイテムやなと思うので、まあインディゴの方をね倍ぐらい払って1万何千円2000か3000円払って買う価値正直あるかどうかって言われたら、まあ僕個人的にはですよ、あんまりわからんなみたいな。ネイビーでもええんちゃうかなと思うけど、まあ自分本人がね、あ俺はインディゴ履いてるんやっていう気持ちが高まるんやったらいいと思うんですけど、周りから見たら、パッと離れてみたら正直インディゴなんかネイビーなんかあんまわからないんで、まあその辺は好みかなとは思うんですけども、まあこれはねもうめちゃくちゃいいと思います。1着とりあえず持ってたら夏場なんて洗濯すぐ乾くんで、まあまあ結構ヘビーローテーションできると思うんで、まあそこで気に入ればまた来年だ違う色とかっていう風な買い方が多分一番いいんかなというふうに思いますので、まあ、正直の特典パートで言うとめちゃくちゃいいというところになっております。はい、ちなみにね、あの星5というのは今まで今のところないという設定でやっておりますので、もう星 4.0 でめちゃくちゃ高いなというところで、まあ、本日は終わりたいなというふうに思います。ではですね、本日は、ノースフェイスのバーサタイルショーツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。